安全ピンプラスチック製の安全ピン安全ピンは複数枚の布を留めるために使われる金属製器具。布同士を留めたり服にバッジを留めたりする際に用いられる。まっすぐな形をした留め針とは異なり安全ピンは鋭い針の先を金具の中に引っ掛けておくことで体や指に不用意に刺さらないようにできている。安全ピンは安全ピンの原型は 紀元前14世紀のミケーネ文明にまで遡る。当時、フィブラという名で呼ばれるブロンズなどの金属製の留め金があり、現在のピンと同様の目的で使用されていた。紀元前14世紀及び、紀元前13世紀のものと見られる初期のフィブラは、現在の安全ピンとほとんど同様の外観である。これは古代ローマ時代まで使用され、衣服を留めるだけでなく、エナメル、サンゴ、 宝石などをあしらい送信具、ブローチとして使われるものも現れた。安全品は、その後忘客されたが、1849年7月に、アメリカ合衆国の発明家、ウォルター・ハントにより、再発明された。これはハントが借金を抱えていた頃に、金具を持て遊んで、何かを発明しようとしている際に発見されたもので、借金の返済のため400ドルで売却された。この安全ンは、 針を開いた状態に戻すためのバネの存在などが古代の安全ピンと異なっている。安全ピンを取り入れたファッション安全ピンは布や服を留めるためのありふれた日用品としての用途のほかパンクファッションでは装飾品に使われることもある。1970年代半ば以降のイギリスでは安全ピンは労働者階級の若者の反逆の意思を示すものとして使われた。 元はアメリカのシンガーソングライター、作家のリチャード・ヘルが髪の毛を尖らせ、引き裂いた裂け目を安全ピンで留めた服を着ていたが、マルコム・マクラーレンがイギリスでセックスピストルズを売り出す際にリチャード・ヘルのファッションや態度を元にしたため安全ピンはパンクファッションに取り入れられた。2016年イギリスでは国民投票で EU 離脱が決まった後移民に対する ヘイトクライムが増加したとされる。この攻撃にさらされる移民に対して、連帯していく姿勢を表明を示すために衣服に安全ピンを取り付ける運動が始まった。イギリスで始まったこの運動は、アメリカ合衆国のドナルド・トランプの大統領、選挙勝利が伝えられた後、アメリカでも広がり出している。CHR ・ブリンケンバーグ・フィビュールズ・グレック・イ・オリエントレス、1926年。 アーカイブされたコピー。2005年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005年9月24日閲覧。ブライアン・ノルトン。安全ピン。広まりつつあるトランプ勝利後の連帯の象徴。アフプブニュース。http コロンスラッシュスラッシュ www.afpb.com b スラッシュ ar.ticles スラッシュスラッシュ31。ありがとうございます。